さあ一つ目の展望台の分岐点来ましたね、ここから右が立石橋の方を向かいます。あの佐々木のあのスタート地点で、こっち左側が柳谷観音で、右側が吉峰田方面向かっていきます。さあこのね長岡京を見ながらね、さらに、北上していきます。でここが、まあ、立石橋向かう道なんです。さあここから先なんですけども、いよいよ左側にベニーカントリークラブが見えてきます。まあここら辺はね、長岡京市と、三島郡島本町の境界線でございます。まあ登山道は長岡京市になってますけども、まあ、ここはもう島本町に近い場所に位置しております。まあ、ベニーカントリークラブの所在地が島本町大沢っていうところなんですけど、まあそのエリアのとこまで我々は来ております。まあだいたいここら辺は海抜300メートル超えてますんでね、まあもうちょっとしたら海抜400メートル、長岡京市最高峰の方に近づいてまいります。そうしたらね、ベニーカントリークラブのねコースが見えましたら、また、お送りしたいと思います。